はい、今日は、ね、何かと言いますと、えー、これですわ、はい、宮口聡の「論文山頃2019」いや先生もうそら知ってますよと、ね、一体何ですかとはい今日の,、ね、このプロモーションビデオの趣旨を申し上げます、はい、もうすでにプロモーションビデオは撮っております。 ななのにんでやるか、はい、それはえー、っとこの「衣装の会」ですねはい第5回第6回のあたりこれあ,あでこれはですねあのほら4月25日に特許をあ配信中です4月25日以降であこれ今日じゃん おー今,日今日から可能なんやねじゃあなおさらですわ、えー、今日から視聴可能なわけですけど、えー、ここから逆算してですね2週間以上前、えー、5月の2日よりももうちょっと前3週間かにもう収録済んでるんですよこれ。となると5月1日施行の意証審査基準に、えー、適用してない部分がございまして。 でただ私はねもうそれはあの予測しておりましたので5月1日施行でね、あのー、審査基準が改定されるとだから、あのー、一応旧バージョンで答えは書いてあったんですがここは変わるからねと授業中は言っておりましたええー、しかし、あのー、どう変わるのかっていうところまで言っておりませんでしたのであのー、まあ変わりと言っちゃなんですけどね このプロモーションビデオをその改正対応の会にしていきたいと思います。で改正対応の会っていうかそのまあ衣装だけねほ他は全然大丈夫なんでで皆さんね知ってる通りあの衣装のねその審査基準具体的に言うとこれだよ第7部個別の衣装登録線第1章部分衣装というねでない国と覚えてくれない国。ああ ほら全体と部分の類比判断でねえー、っとそうこれあのー、9条10畳の話なんですよ、えー、9乗10乗ってどっか書いといてるいいよねやべなんか落ちたあ落ちたって言ったらいかんのよ皆様らであのねい降りた。 いって,て言わんとダメです縁起は悪いですよ落ちたとか言うとねあこんなにペンあるのになんで赤と緑と青しかねえんだあ黒がありました一応はいこれね部分と全体の間における <laughs> 9畳10畳の判断ねうんええー 9畳10畳であの部分と全体の間でね適用されるかどうかです。で特に重要なのがこのご宿体のところなんですよ。えー、これは審査基準全体症に隠る物品と部分症に隠る物品が同一類似これはおそらくねあの同一になることが多いと思いますよ。うん、全体症に隠る物品ね。 あそれから部分衣装にかかる物品、うん、例えばあの自転車というハンドル部分でも結局全体としての物品は自転車やけんねこれはお,おそらく同一になることが多いと思いますところが全体装の用途機能それから部分衣装の受けようとする部分の用途機能これはね例えば自転車対ハンドルでもう、あのー、比類値になることが多いと思うんですよ、えー、これもそう。 全体症の形態とあ部分症の受けようとする部分の形態、これもあの疲労になることが多いでしょうね。うん。で、遺、え、症、ー、登録を拒否とする部分の、えー、まあいだはですね、えー。まあこれはあの従来通りですけど、これがまあありふれた範囲内の相違と。うん。そんな大した相違じゃないよと。ね。 そしたらまあ同一になるんやけどまあおそらくねここは勝負どころになると思うよ。でえっ、ー、と新作によるとこういう図が書いてあってねそれであの左が全体称ですわで右が部分称なんだけどあの見てくださいこの点線でね、まあ、破線といいますか点線といいますかねもうたったこんだけしかないですよ。 あと全部実践だからこれ比率で言うとねもうあれじゃない95%ぐらいが実践でもう5%未満ぐらいですよねこの点線部分だからはっきり言ってもう類似なんですよこういうのは、えー、でねあのまあこの山頃の、えー、講座のまあ紹介も兼ねてね、えー、衣装法でまあ時系列三点セットというのをやるんだけど えと平成25年の衣装法「設問2」を使ってねそれで今回あのー、ち,ちょっとねいらんところもやりませんよはいちょっとこれ見せますからああこうね洗顔が部分で抗眼が全体なんですよほら洗顔が部分で抗眼が全体でしょうねで今まではあのー まあなん、ほら広報発行前のスガンだから新規性はあるし、それからあの全体が部分の一部ということはありえないし、それからもう部分と全体というだけで球場の適用はなかったわけですね。意匠登録を受け、負うとする方法対象は異なるからという理由でね。ところがあの、今後はそれが使えなくなります。あの球場において意匠登録を受け、負うとする方法、対象を異なるからという理由付けが使えなくなるんですよ。 じゃあどうすればいいかというとあのー、ちょっとね7ページってテキストの7ページ今の 6, 6ページねで今7ページをやろうとしてるんだけどあのゲーム機をコントローラーってこんな感じなんですよ。それであの,ーえー、の実践部分がこんだけですよ。え全体のな,なんでこれ10%ぐらいあだから このゲーム機用コントローラー全体とねこのこのスティックみたいなコントローラースティックって言うんだけどこれどう考えたらひるいですわねあーあーまあ用途機能もそうだけど携帯が全体の携帯とこのピンクの携帯全然違うやん,んまあだからねあのー、まあ結局結論は変わらないんですよ結論は変わらないけど答案でこう面倒くさくなるとほら今まで一行で進んでたわけですよ 遺症登録を受け渡する方法対象は異なるからと、ね、全体遺症と部分遺症は遺症登録を受け渡する方法があ異なるからともうそれだけで済んだんですねところが、あのー、さっきの審査基準のねない国ない国ですよこれに沿って答案書かないかんから結構面倒くさいでちょっと俺が、あのー、このね問題に即してアレンジメントしてみました。そうすると、ね、まず ① ですけど これはね、ゲーム機用コントローラーで同一なんですよ全体も部分もね衣装にかくる物品の欄に書くものはゲーム機用コントローラーだからえしかしですねあのー、こっからがまあ正念場なんだけどえー、多少ねちょっと当てはめチックにほらあ全体衣装ゲーム機用コントローラーと部分衣装の衣,衣装を登録をくよとする部分つまりコントローラースティック部分の 用途機能ね、えーまあ、要するに物品レベルで違うわけですよこのコントローラースティックとコントローラーはね、えー、それからあのー、携帯ね携帯うんこれどうしも類似もないよね、えー、なのでちょ,ちょっと今度はオレンジ、はい、そのイダハはどうなのかという話があるんだけどそのちょっとずるいやり方なんですけどほら したがってそのイダ派について検討するまでもなくっていうねそういうまあ技を使って、うん、だからまあ結局二と三が重要だよねと俺が言った通りやろ今後おそらく二と三丸二丸三が重要になっていますよ当てはめで、うん、で両者はひ類いとなるとよ、ええって本庄の敵はないとこんな感じでね書けばいいと思うんですよ。うんはい。 そううんで、あのま設、あ、問1も設問にもね。ちょっとにあの何が違うかというと、設問1も設問にもね。先眼後眼丸変わらないですよ。ただ、後方の発行を5に出願。これが設問1。後方の発行を前にするが、これが設問にね。だから、先行関係は全く同じなんですよ。だから設問にも同じように書かないかんだよ。 でめんどくさいのこのね6行にわたってもう一回書くのなので、はい、記述の通おり、ねえー、これ楽してますゲーム狂コントローラーの全体章とコントローラースティック部分の部分章との間で、えー、本上の敵はないと、うん、そうですね記述の通りっても上の方でやってますからこのこっちの方でね えー、まあだから結局全体衣装ゲーム機をコントローラー部分衣装コントローラースティック部分ねこれがあまりにもやっぱり差が大きいとねここのあこれがね、まあ、逆にですよあのスティック以外の部分が実践だったらちょっとこれは類似の可能性も出てきますけどね、えー、どうですかこういうふうに答案がね変わるとこの平成25年の過去問ですよ。 はい分かりましたこんな感じで、えーあのー、皆さんにお伝えしようかなと思います。で次に、あのー、応用例2ってやつもねちょっと見せますけどこれ私がオリジナルで作ったんでやっぱりこのーえー、っとね「へ」と「て」あこれオリジナルじゃないわ過去問ですわ結局。で皆さんこれ見てお分かりかねあのー、さっきは洗顔がね部分で口顔が全体やったんやけども 今度は洗顔が全体で後顔が部分なんでですよでこれもねちょっといいかあのえらいシンプルな図だけど背もたれ部分ってねまあ椅子の何割ぐらいを占めるか俺が今座ってるやつもなこれは5分の1ぐらいですかね4分の 1? ああだからこの椅子全体とこの背もたれ部分ってねどう考えてもまず形態が広いしですわねここをこう省略すればわかるようにね。 うん、で椅子の用途機能と背もたれの用途機能って違うでしょうしねはいまあだからあのー、まあ結局ですね、えー、どういうふうに塗るのがいいかな、えー、受けることができるかああ不適用不適用あ結局これ3乗の2で拒絶されるんですよ3乗の2で で,で、あのー。俺ちょっと邪魔やけ、一回消えるわな。あ、であのー、えー、広発行の前に、出願書類で。まあ三条の適用はないですわな。あ。で、あと、ここですわ。椅子全体と背もたれ部分は、もう球場を適用されませんよ、えー。で、ここも、あの、面倒くさいんだけどね。こういうとんになると。 ちょっとお見せしますわ今度は九ページですよ。ほら。ああ、見てくれ。な。ああ、全体衣装と。あのー、部分衣装ね。あ、これはピンクで塗っと方がいいな。うん、全体衣装の物品と。部分衣装の物品、これ椅子で同一やわ。だ、えー。しかし。あのー、もう二と三で大体決まります。はい。しかし。全体衣装椅子と。 あの部分書の受け落とし部分ね背もたれ部分の用途機能ねそれから携帯どうしても類似もないわなうんしたがってほらあの井田派の相違、えー、について検討するまでもなくねこうありふれた範囲内の相違であるかいないか検討するまでもなく両者はねひるいしと、うん、よって球状で拒絶されることもないとね そういうい感じなんですよちょっっとコツが分かってきました、えー、まあ一応あの <laughs> ええー、まあさっきのねゲームをコントローラーもそうですよねまあ、ちょっと塗ってなかったけどね全体異の物品ゲームをコントローラー部分衣装の衣装にかかる物品結局全体を指しますからあれ共にゲームをコントローラーねでも2さんがもう大きく違うとまあ比類しと、えー で、もなく比例したでそれでいいですわ。また。あとは変わらんよ。うん。あとは変わらんですね。で、あと、そうやね。えー、っと、まだね。ちょっと言,わ言っとけないかんところがある。あの、これはちょっとノウハウやからな。あんまり見せたくねえな。うん。あんまり見せたくないですけど。 えー、あの部分異象の欄がなくなったでしょ、ね、ブブ部分異象の欄がだから俺の語呂合わせがちょっとね変わるんですようん前はね部分説説明部分ポンズやったんですね部分説説明部分ポンズやねで今度ね、あのー、ロナウドが登場しますからサッカーのえっ、ー、とねロナウド無意味ぶせせずポンになりますからね あのー、ちょっとこれはねノウハウなのでお見せできないですよ。だから受けた人だけがわかると思います。ロナウド無意味ブブせずポンこれでいきますね、えー。過去はあとブブせつ説明ブブポンズでしたけどロナウド無意味ブブせずポンになりますからねあのロロナウドに友情推薦してもらってます。ロナウド無意味ブブせずポンですねいいですかはい。 えーっとそれではですねあのー、あとは変わりませんなうんそんなにえー、これあのー、11ページっていうところねちょ,ちょっとこの11ページ衣装編のそこのゴロワわせですわ、うん、いいですかちょっとお見せできなくてごめんなさいねうんロナウド無意味ブブせずポンになりますなんでロナウドなのか見ればわかります、はい で次にね、今度は、あー、これか、これ、めんどくせーの、うん、はい、今度はね、14ページに、こういう問題がございます。14ページに、テニスラケット、そう、あのね、テニスラケットの、あのー、事案だったんですけど、こういう、あのー、ご指摘ありまして、ね、先生、 テニスラケットってよく考えるとガットもありますよねガットって網のところガット部分ねうんそこはあの梨の方がいいんじゃないですかとえー、っていうのは私が問題文1行目えー、っとグリップ部分とそれ以外のフレーム部分が金型にて一体成形される斬新なデザインのテニスラケットフレームの方がいいでしょだってガット部分は一体成形されませんから これはあの後からこうね職人がやっていくんだからねあだからあのごめんなさいね俺もあんまりテニスやらないもんやからねちょっとその点はあの気づきません,んでしたけど確かにガットは後からこうねひを通すというか、うん、ちょっと樹脂の紐もって言った方がいいのかもしれんけどねはいでまあ私はねテーブルテニスの方が得意ですからねテーブルテニス。 ね、テーブルテニスの方が得意なんでちょっとあの普通のテニスはちょっと疎い感じでしたすみませんでえー、っとそれでね、あのー、この問題でやはりねそのほら部分と全体を出願することになるんですよ、うん、つまりグリップ部分それ以外の部分全体ねそれで、まあ、ちょっと全部見せられないのが残念なんだけど あの14ページ15ページに、まあ、これは見せてもいいわ答案ねはいここは変わるぞとほら全体衣装と部分衣装の両対応で出願するというのを留意点ねはいで同じようにもう大体もう物品は同じですよこれもうピンクで塗ってます塗ってみますはい全体衣装にかかる物品部分衣装の衣装にかかる物品両方ともテニスラケットフレームで、まあ、同一になるでしょうなあー したがって全体章と部分章の、えー、全体と部分の受けようとする部分の用途機能形態が類似しちゃってイダハがそのありふれた範囲の相違であればという仮定形を使います。ほらねあ,そうそうありふれた範囲の相違内であればあはい。 と判断されその場合はね類似と判断されええー、球場が適用されるためそうそう球条が適用されますよね類似だとなのでねちょっとミドレンジャーを使いますけど類似だと球場が適用されるじゃないですかああだから、あのー、関連省制度の利用が必要最後オレンジやね留意点やからああ球条 <coughs> 同一人でも適用されるでしょう。ね。はい。だからまあ、球場の適用球場が適用されると必然的に10の利用関連症制度の利用が必要になる点に留意すると。ねでね。皆さん、あのテニスラケットを想像すればわかるんですけど、あのグ,グリップ部分って。まあ全体に占める割合少ないよね。グリップは持つところやね。持つところでしょこう。こうやって。 で、ここにこうま丸いね。タブレットみたいな、うん。で、逆にグリップ部分以外の部分はあの8割9割を占めるんですよ。だから私の答案もね。そのなんか家庭系で無難に終わらせているって言うのはそういうことですわ。グリップ分部分だったら多分非類似になるんですよ。でも、それ以外の部分が実践の場合には全体に占める割合が8割9割になってくるから、類似の可能性は出てくるんですね。 まあだから家庭系で終わらせとるということです無難にうん断言しないでうん本当はねあのグリップ部分と全体症グリップ部分以外の部分と全体症ってあの2つ書いた方がいいよりベタですけどねあその方がほらグリップ部分の部分症対全体症はひるいしだけどそのグリップ部分以外の部分の部分症 全体とこれ類似になるる可能性があるよっていう本当は書くべきですただスペース等々の問題からもう家庭けで終わらせとる無難にうんということですわどうでしょうはいということでねまあそこばっかりですよはいじゃあ次にあのー、えー、っとですねこれも見といた方がいいかなと思いますねえー、っと10 えーと25ページ遺編の、これはあの平成10年の「説問2」というのを題材にしてますけどね、えーまあ、こういう問題なんですよ。ぶ部分遺書と全体書があって、あのー、部分書と全体書があるんだけど、えーまあ、今まではあのー 部分と全体、まあ、それだけの理由でね二十九条の二、ー、の,の敵はないよと言ってたんですよ。うん。あそれはどうしたうというと二十九条の二の一号という条文があの線膏がん関係やからね結局。だから九条十条と同じなんですよ。ではいあオツに 選出願による通常試験が認められるか否かが問題となるが本実施権を有することはないと解すると。でそれはどうしてかというと「う <laughs> の出願にかかる衣装」「意は引き手部分ね引き手、まあ、あの取っ手部分の部分衣装。 でおつの出願にかかる牢は流し台の全体章であるところ引き手部分と流し台の、えー、ここやね流引き手部分と流し台の用途機能形態は同つも類似もなく、えーはい、9条1個2項や10条1項の敵同様2十9条の2第1項の適用もないと考えられるからですよ。えー、分かります まあこれあの理由付けだから緑のが良かったね。まあ、それも見せますわそれも、ね、うん、あのテクニックを見せますわ。いや、先生、間違ったですねと。緑で塗るべきところ青で塗ってしまいましたねと大丈夫です。この上からですねあの黄色で塗ってみてください。ほーら、びっくり。青がですね緑色に早変わりと。でこれもまた一つのテクニックです。ね、あのフリクションみたいなあの消せる蛍光ペンを使わなくても。 緑にでできるんですよほらどうだ、ね、であとねあのこういうほら最も二十九助の21号の要件を満たさない場合であっても、はい、他の要件グビを条件としておつにセンスガン実施権を認めるべきとの見解も一応あることはあるんでねうん、まあ、そこはまあ授業聞いてくれよ。 ねうん、で本物とは逆に洗顔が,が部分抗がんが全体の場合はどうかっていうねお話もしてます、うん。まあちょっと展開が違うんですよ結論はある程度予想がつくとは思うけどね。えー、まあ見てのお楽しみ実際に受講,し受講してのお楽しみや。なということで、あのー、ちょっと崩壊性の影響がね、あのー、出とるぞとあこの。 部分と全体のね間で急上適用球上撤上の適用の余地が出てきたもんだから、まあ、とにかくこの審査機なんですよでこの審査機ではね、あのーまあ、細かい人だとこういうのを気にするんだけど洗顔、あのー、が全体抗がが部分抗がが部分洗顔が全体の場合でも適用されるんですかとその通りですどっちのパターンでもねただ、あのー、今までね 線画が全体で抗がんが部分やったらまず3乗の2を思い出しますわね。だから当然今後も9乗の適用もあるんだけど3乗の2の適用もあるということはあ,のあり得ると思います。ええその場合特許庁の審査準によりますとはい3乗の2を適用するって書いてますほら、ね。つまり9乗と3乗の2の両方に該当するというか3乗の2をね適用すると、まあ、一応実務上ですよ。 そういうところも押さえておいてください。ね。はい、であとはね、これはあの質問があったんで、あの答えるだけなんですけどね。先生、あの組物で。<laughs> あの要件が緩和されてないですかと、えー。社会通念上。まあ、含まれる認証の物品。 社会通念上含まれる2以上の物品ね。2以上の物品なんですよ。<coughs> とにかく。ね、で、えー、っと <coughs> これあの担当の問題ですよ。ね、これ関係ないです講座と。ただ質問があったんでついでに答えておくと。願書にに添付された図面に持ち手部分の 部分に同一の模様が施された飲食用ナフォスナイフとフォークの衣装のみが記載されている場合であっても組物の衣装の衣装を登録を受けることができると今までは当然これ罰でしたよ今まではね当然罰でしたしかしえ今後はですねあのうん丸になる可能性があると。 ということですでそれはどうしてかというとですねあのちょっと待ってくださいね。うんあの社会通念上あ同時に使用される認証の物品という要件になりましたらちょっとメモしてみましょうか。 社会通年上同時に使用されるこれをもう暗記しといてもいいねはいだからね1組のあのナフォスセットはあーナイフを食うスプーンよ3つじゃん。 ああでもあの認証の物品であればいいのであのー、今回の問題みたいにナイフとフォークだけでもいいんですよ、えー、ただ名前がね一組のナイフフォークスプーンセットってやるとちょっとまずいので一組のナイフお指しフォークのセットとかにしないといけないとは思うんだけどね、えー、だから今後はあのー、これ今までバツだったけど丸になりますよ、えー ただ言い切ってるからねちょっと勇気はいるけどね、うん、問題も変わると思うよ受けることができる場合があるぐらいになると思うよ、うん、だってほら普通にさ新規制とかそういうのがなければダメなわけやからね、うん、受けることができる場合はあるぐらいの問題で出されるようになると思いますんでまあそんなとおりですわ皆さんちょうどねあのー ちょうどその30分というね、えー、時間の制約がございましてその枠内で終わらせることが条件となってますはいということで論文山黒非常にいいですよあの条約対策もやるしね司法試験もね過去7年分これすごいですよ司法試験過去7年分結構当たるんだよねで不意打ち問題ちょっと意表をついたこれ楽しみにしておいてください面白いから 結構面白い問題結構出ますよ。とああ、ね、<laughs> いうことであの論文の語呂合わせとかテクニックそして山手てを兼ねたね非常にお得っていうか、まあ、お買い得な講座だと思いますよいろんな要素が絡み合っててね、うん、非常に本当にお得な講座だと思いますからあの値段以上の価値があると断言いたしますよ。 はい、それではあのー、皆さん宮口聡の「論文山五2019」のプロモーションビデオ衣装法改審査基順に言及してまいりましたあということでレック専任講師の宮口がお送りいたしましたそれでは皆さん実際に受講してそこでまたお会いしましょうそれではその時までごんよう <laughs>